内緒電車、くんくみこ作、加藤陽子へ、久方チャイルド。たくさんの雪が降り積もる森の広場に赤い電車が止まっています。赤い電車は雪が溶けるまでお休み。そんな電車をたくさんの動物たちが掃除をしてくれました。駅長さんは電車の中でほっと一息、すると電車はこっそりと動き出し、内緒の電車が走り出しました。内緒電車の運転士は誰かな、どこから来たのかな、そして電車はどこに行くのかな。それは内緒、内緒。仕掛けも楽しい冬にぴったりの絵本です。